大谷翔平に影響も。日本の拠点が突然閉鎖決定。オフを過ごす場所が変わるかもしれない。エンゼルスから FA となった大谷翔平選手が11月16日全米野球記者協会の記者投票で決まる2023年シーズンのア・リーグ最優秀選手 MVP を MLB 史上初めて2度目の満票で獲得しました。アメリカのテレビ番組 MLB ネットワークの生中継にはソファーに座って愛犬と共に登場した大谷選手。米国ロサンゼルス近郊の自宅で飼っている愛犬のようで、手慣れた可愛がり方。犬の懐きぶりを見る限り、仲の良さは明らか。日米のネット上では、犬が気になってトークが頭に入ってこない。予想外のパートナーに目が点。と、珍しく大谷選手の私生活が垣間見えたことにも、大盛り上がりしました。あなたもご存知のように、大谷選手は夜遊びも全くせずに、一年中野球漬け。米国在住6年でも、未だにニューヨークですら何度遠征してもホテルと球場の行き来のみで、一回も街に出たことがないと語っている大谷選手のプライベートは、長らく謎に包まれている状態です。それでも、毎年シーズンオフは必ず11月までに帰国している大谷選手。年明けまでの約2、3ヶ月は、都内の自宅に滞在してトレーニングを積むのが恒例となっています。過去2年の MVP 発表の瞬間も日本からのオンライン中継で出演していました。しかし今年は10月19日に右肘靭帯損傷の修復手術を受けてリハビリ中ということもあってか、初めて米国滞在のままで MVP 発表も迎えた大谷選手。 WBC 世界一も含めて過去最大の大谷フィーバーに沸く日本に、大谷選手はこのまま帰国しないのでしょうか。大谷選手を知るある野球関係者は、以前に手術をした時も一時帰国はしていました。外食にも出かけない超インドア生活とはいえ、やはり日本の空気は心身を癒してくれて、練習環境も万全なので、今回も短期間でも帰国するでしょう。と話しています。ただ、そんな大谷選手の日本でのオフ生活に近々大きな変化が訪れるというのです。同野球関係者は、実は日本で毎日のように通っていたトレーニング施設が最近来年3月での営業終了を突然発表したのです。一番大切な練習環境がなくなることで今後はどうするのか。新たな拠点を見つけるでしょうが、次は都内ではない可能性もあるでしょうし、オフを過ごす場所が変わるかもしれません。と衝撃の事実を告白。そのトレーニング施設とは、同じメジャーリーガーの鈴木誠也選手や日本国内のプロ野球選手、他競技の五輪代表選手など一流アスリートが集う国内最先端の施設です。しかも筋トレマシンだけではなく、ティーバッティングなど野球の練習ができて、50メートル走もできるほどに広大な屋内の敷地を持つなど、アスリートにとって素晴らしい環境ということで知られています。同施設に通うあるアスリートは、パーソナルジムはプライベートは守られるけど、どこも狭い。野球の練習もできる広さで、他人の目を気にせずにのびのび集中できる施設は都内で他に知りません。毎日の地味なトレーニングは居心地が良い場所でないと辛くなるもの。どこかの企業がこのジムを引き継いでくれるといいのですが。と語るなど、メディアを含めて他人の視線が気になる有名アスリートにとっては重要な施設であることを明かしていました。ネット上では、羽生くんの二の舞どころか、大谷の場合愛犬やファッションネタですら必死に記事にしている異様な過剰報道状態だから、周辺に与える影響も甚大なものになるでしょう。ほぼ全ての日本のメディアの取材要請を断るのも当然、精神的にも相当参っていることでしょう。ことに至って出演が叶わないから年末には大谷の秘蔵映像を特番にする話まで、ランチキ騒ぎが収まるまでアメリカの田舎で静養する方が安全ですね。日本に帰国をすれば心身ともに休まるとは限りませんしね。羽生さんの件でも明らかですが、口先では綺麗事を並べているマスコミ各社も、金だけで動くフリーランスからのプライベート虫の動画や写メを誰よりも欲しがっている輩です。間違いなくロスで過ごした方が心身ともに休まるのは明らかです。
など圧倒的な知名度を持つアスリートが持つ日本に滞在することのデメリットを指摘する声が多く上がっていました。クリスマスプレゼントです。監督が一番喜ぶものです。今の大谷翔平です。今から7年前の2016年のこと、クリスマスの夜中1時過ぎ、当時北海道日本ハムファイターズの監督だった栗山英樹氏のスマホが鳴りました。 LINE に送られてきた動画にはブンと大きな音を立ててバットをフルスイングする大谷選手の姿が、まさに野球小僧の大谷選手を象徴するエピソードですが、今年のクリスマスは果たして日本に帰国しているのでしょうか。大谷選手は目下その移籍先について大きな注目を集めている状況です。そして肝心の移籍先決定の時期については、日本からメジャーに移籍する際、大谷選手は獲得の意思を示したメジャー球団の中から7球団に候補を絞り、関係者らと面談しました。移籍先がエンゼルスに決まったのは面談終了から数日後。大谷選手は決断に時間をかけないとして有名です。おそらくメジャーの関係者が一堂に会する12月上旬のウィンターミーティングまでには決まるでしょうといった声も上がっており、大谷選手の性格も考えると12月には移籍先が決定しているのではといった考えもあるようです。周囲がやかましい中、大谷選手は11月9日に自身のインスタグラムを更新。日本全国の小学校に3個ずつ合計約6万個の野球グローブを寄贈することを発表し、子どもたちに野球しようぜと呼びかけました。例年なら11月には日本に戻り、都内で自主トレを重ねてきた大谷選手。しかし今年は9月に右肘を手術したことに加え、移籍問題の渦中にいるためまだ帰国がかなっていません。今年は移籍先が決まった段階でサプライズ的に帰国して会見を開くのかもしれません。もっともコンオフはリハビリに専念するために家族と過ごすのではないでしょうか。今実家には両親と一緒に姉夫婦が住んでいて、大谷選手は2歳年上のお姉さんととても仲がいい。その姉夫婦には娘さんがいるのですが、大谷選手はこの姪っ子に会うのも帰国の楽しみの一つにしています。手術の影響でコンオフはバットが触れない代わりに、クリスマスを親族と共に過ごして新天地で活躍するための充電期間に充てるのではといった声もあり、大谷選手がもし帰国するなら諸々の事項を解決させてからという見方が多かったです。ネット上では、長い米国生活の中おふくらいは実家に帰ってゆっくりしてもらいたいですね。特に仲の良いお姉さん夫婦と可愛い姪っ子には本当に会いたいでしょう。難しいだろうけど、日本に帰省している時はマスコミも遠くからゆっくりと眺めて家族団らんを邪魔しないでもらいたいです。特に今回はリハビリも兼ねているだろうから余計にそっとしておいてあげてください。翔平さんが帰国するかどうかは、右肘リハビリプランが日本でも支障なくできるかが課題でしょう。そしてワンコを飼い始めてすぐなのもある。仮に日本へチャーター機等で一緒に連れ帰っても、検疫上の義務で制限区域に一定期間は留め置かれるので現実的ではない。静かにして騒がずに翔平さんのプライベートは守っていただきたいです。翔平さんは世界を代表するレベルのアスリートであって芸能人ではありませんので、といった声が上がっていました。大谷翔平が語る日本でのオフの過ごし方。2023年の2月、雑誌のインタビューに応じた大谷選手は22年のオフの過ごし方についてこう語っています。3ヶ月の日本滞在中、外食したのは合計で4回と語った大谷選手は、鉄板焼きには行けなかったんですが、でも日本ではゆっくりしましたよ。焼肉も食べたし、でもお寿司屋さんには行けなかったな。結局外で食べたのは4回かな。合計で4回くらいでしたからね。特に必ず行くというお店もないですし、その前のオフまではコロナもあって全く出かけませんでしたからね。何をどこで食べるかというより誰と食べに行くかによって決める感じだったので、高校の同級生や友達と焼肉に行くとかラフな感じばっかりでしたね。と日本にいてもほぼ外出はしないと語っていました。日本にいる時にメディアを含め自身への異常な注目度についてどう思っているのか、
との質問には、そんなの多分全然わかんないですね。僕アメリカでも日本でも外へ出ないんで、別に普通に生きてますよ。普通に店にも入るし。あ、でも今回のオフ、日本へ帰って何年ぶりだろうな、何年ぶりかにコンビニへ入ったんですよ。トイレに行きたすぎて我慢できなくて、何かの仕事の帰りだったかな。トイレに行きたいなと思って、でも田舎で何にもなくて、トイレを借りるしかないなって思って、何かを買うついでにコンビニに寄ったら、すごく懐かしかったんです。まるで実家に帰ったみたいな感じがして、田舎のコンビニで店の中にお客さんが誰もいなかったので、ちょっとコンビニを満喫しちゃいました。あの懐かしい実家感って何なんですかね。すごく嬉しくてワクワクしました。コンビニってワクワクするじゃないですか。あのちっちゃい中に何でもあるっていうのがいいじゃないですか。あの時は何を買ったのか忘れちゃいましたけど、そんなことよりもコンビニの雰囲気に何年ぶりかに浸れたことが嬉しかったんです。アメリカにもガソリンスタンドの横にコンビニのようなものはあって、たまに入ったりしますけど、ワクワクする感じなんて全然ありませんからね。と、ご本人は異様な注目度については気にしていないと語っていましたね。今、ささやかな幸せを感じる瞬間はありますか？との質問には、今のささやかな幸せか、何でしょうね。ささやかな幸せを感じるまでもなく、今は日々に満足していますね。今日もしっかり練習できたし、これから帰ってご飯も食べられるし、今の時期は何を食べたいという段階じゃないんです。シーズンが始まったらカロリーを気にしながら好きなものを食べるんですけど、今はヘルシーバランスを優先して何を食べるのかを決めていますから、食べられるという平穏な一日に満足しているんです。夜になったら寝心地のいいベッドがあってそこで寝られるし、明日が来ればまた練習できるし、そういう何の不安もなく暮らせる感じというものに満足しているんですよね。それがささやかではない幸せなんだと思います。と、いかにも大谷選手らしい受け答えをしていました。大谷翔平は取材疲れを表に出さないトラウトが感嘆するメディアへの敬意、日米でその注目度は加熱し続けている大谷選手、日々の取材対応なども非常に大変なのだろうと思ってしまいますが、そんな中、エンゼルスのマイク・トラウト選手が大谷選手が見せる神対応について力説しています。報道陣から大谷選手のプレーぶりについて問われたトラウト選手は、彼のプレーを見て毎日インタビューをしている、メディアの人たちに勘違いしないでほしいが、長いシーズンを過ごす中で彼にとってはおそらく疲れることだと思う、と強調。その上で、だけど彼はそれを表に出さない、報道陣の皆さんに対して敬意を払っている、と過熱するメディアの取材に対し、変わらぬ姿勢で応じている二刀流の姿に感嘆した様子でした。それでも野球以外のことに全く興味がない大谷選手は、インタビュアー泣かせでも知られていて、アナハイムを拠点とするオレンジカウンティーレジスター紙の記者であり、メジャー取材歴24年、米野球殿堂入りを決める投票資格を持つジャーナリストであるジェフ・フレッチャー氏は、大谷選手について、物腰が柔らかく面白い人です、チームメイトとも積極的に話していますし、クラブハウスではいつもリラックスしています、バッティングフォームなどチームメイトのモノマネをしたり、私にジョークを言ってきたりすることもありますね。ただフォーマルなインタビューとなると短くシンプルで、事実だけをそのままストレートに言ってくるような受け答えです。まるで早く取材終わってくれないかなといった感じですね。できる限り早く野球に戻りたいのではないでしょうか。取材でメディアと話しているよりもトレーニングや準備に1秒でも多く割きたいと思っているようです。そういう取材対応は珍しいことではありません。彼だけではないです。多くの選手にとってメディア対応は楽なことではありません。彼らの仕事は野球をすることです。余分な仕事が増えると考える選手もいるでしょう。メディア対応はするけれど、例えばやらなくてもいいという選択肢があったら後者を選ぶと思いますよ、と大谷選手のメディア対応について語っていました。実は今期から大谷選手の試合後の囲み取材で、記者官には
ある不分立ができていたというのです。それは質問は一人一つまでというもの。試合前の準備から試合後のケアに至るまで多くのルーティンがある二刀流をこなす大谷選手に対し、取材時間が10分ほどしかないために生まれた制約のようですが、記者にしてみれば突っ込んで話を聞けないジレンマを抱えることになったということで話題を呼びました。 MLB 担当記者は、大谷はツンデレなところはあるが、聞いたことには真摯に答えてくれる。ただ一人一問だけとなると、自分の原稿に必要な言葉を一つだけの質問で引き出さないといけない。大谷の取材には気難しい選手とはまた違った緊張感があると語っていました。かつてイチロー選手は全盛期のマリナーズ時代、メディアにも強いプロ意識を求めていたことでも有名です。的を射ない質問はもちろん、野球への知識を欠いた質問には容赦せず、問いかけを無視することもあった。記者は逃げ出したくなるほどピリピリした雰囲気があったと同記者は語っています。ネット上では、大谷君って話さないと決めたことは絶対に素振りも見せないし、聞き手にサービスするような曖昧な言葉も出さないし、聞き手の能力が上がらないと誰が書いても同じような記事になるね。そこら辺はイチローに似てませんかね。イチローよりにこやかだけど、といったコメントが上がっていました。それだけ注目度が高いと言ってしまえばそれまでですが、今後もメディアとアスリートの関係には注目ですね。